頭は赤鼻から9000万を回収して高飛びさせようとしてたんだ。つまり赤鼻の報酬は1000万、それで円満におさらばのはずだった。誰だ、出てこい。羽村の頭か、頭ですか。俺です、東です。東、なんでてめえがここにいる。一人か。 そこのホームレス赤鼻って言って、そいつが事務所の1億を恨むなら、あのバカを恨めよ。え？なんだ。カシラ、そいつはまずいんじゃ。お前、なんで奴が犯人だとわかった。それは。俺は全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと、綾部から札の情報を買って赤鼻にたどり着いたこと、言葉が途切れたらそこで撃たれるって、そう思って必死に喋りまくった。なるほど。で、怪盗の汚名を晴らしてやる気だったか。あの野郎もいい射程持ったな。殺さないで、お願いします。勘弁してください。頭、本当にやるんで。そうだな、死にたくなきゃ俺に忠誠を誓え。そいつを形にしてみせろ。でも、どうすれば。こうすんだよ。お前がここに来なけりゃ、こいつは死なずに済んだ。それどころか、1000万手にしてたんだよ。かわいそうにな。お前がこいつを殺したんだ。お前、女みてえな声出すんだな。興奮するじゃねえか。これでお前も本物のヤクザになったな。それはお前がやったわけじゃない。ああ、だが俺はその前には街中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでた。そして奴を撃った銃には俺の指紋、傍から見りゃ言い訳できねえ状況が揃ってる。俺の顔悪くなったって言ってたよな。実際俺もそう思ってた。なあ、今の話をおやっさんに言ったら頭を抑えられたりは。無駄だ、親父にはもう頭を止める力はねえ。事情を伝えたとこであの人を困らせるだけだ。東もそれが分かってたからずっと一人で飲み込んでた。そっか、そういうことなんだな。
俺先に帰るよ、海藤さん。ん？積もる話があんだろ、あんたらには。邪魔しちゃ悪いもんな。やっぱり俺はあの八神が嫌いです。あ？やつは俺よりずっと前から兄貴とつるんでた。極道でもねえのに親父からも一目置かれて、まあ面白くねえ野郎でしたよ。東、お前ターボーの父親の話知ってるか？さあね、何かあるんですか？あいつがガキの頃は武道の手ほどきなんかもしてくれたらしい。いい親だったんだろうな。そして弁護士でもあった。へえ。でターボーが15になった頃だ。親父さんはある殺しを弁護して執行猶予付きの実質無罪を勝ち取った。だがな、それを被害者遺族の一人が恨みに思ったんだよ。ターボーの両親は包丁でめった刺しにされたらしい。その頃ターボーは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ。襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた。もしあいつがうちにいたら、その暴漢を取り押さえられてたかもな。誰も死なずに済んだかもしれない。八神の親殺した犯人はどうなったんです？現場の奥で首吊ってたってよ。一つも救いのねえ事件だった。いっぺんに親を亡くした後、ターボーは親類の手も振り払ってカムロ町に出てきた。年をごまかしてテンダーで働いてたんだ。なるほど。じゃあその頃ですよ、野郎と兄貴が会ったのは。ああ、あいつは最初俺が店で偉そうにしてたのが気に食わなかったんだと。当時は俺だってまだ駆け出しだ。それでもヤクザ相手に15かそこらのガキが喧嘩ふっかけてきやがってよ。生地腕に覚えがあったんでしょうね。その花へし折ってやったぜ。ただあいつはそれ以来何度やられようが負けを認めようとしなかった。てめえの痛みを一言みてえに冷めた目で見てたっつうか。でもある日それをどういうわけか松金の親父が気に入った。するとターボもだんだん親父の言うことだけは聞くようになってった。もともとあいつはヤクザにしかなれねえ俺らとは出来が違ったんだ。親父もそこを見込んで谷町を買って出たんじゃねえか。ターボーもそれに応えて司法試験まで通っちまった。そこがまた気に食わなかったんですよ俺らは。でもあいつは取り返しのつかないしくじりをした。もう終わった人間じゃないですか八神は。なのに兄貴も親父もなんであんな奴と。それ言ったら破門にされた元極道も似たようなもんだぜ。カムロ町じゃ珍しくもねえ。ここはその手の人間が最後に行き着く町でもある。あいつも俺もこの町で育った。他に行き場なんかねえ。だから羽村の頭といくら勝ち合おうが、俺らは俺らの流儀で行くだけだ。兄貴、
今の俺には頭の命令が絶対です。でももし兄貴たちを殺せとでも言われたら精一杯あがいてみせますその気持ちだけで十分だ。モグラを追う八神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前海東の波紋をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図だが、全ては仕組まれていた。裏社会の掟に翻弄されるカムロ町の男たち、いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。死ね！東条会系松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組のフルカムだ。流れ玉で肩木にも怪我人が出てる。栗本？いや、お前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは教令会の送り込んだ鉄砲玉だ。間違いないのか。ああ、昨夜東から聞いたんでな。へえ、こないだ俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ犯人は栗本の体にまず弾を4発で、とどめに両目を撃ち抜いた。目を？要するに教令会からモグラへの報復だ。だがこうなると松金組どころか東条会本家も黙ってねえ。教令会との報復合戦になるか。ああ、今のカムロ町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。
もしもし。八神さん。え？ああ。